こんにちは、アポロ菅原です。70歳になりました。まあ先日なんですけどね。まあ自分の小さい頃考えるとね、まあ、70なんていう数字は考えられなかったですね。もう大体自分の親父とかも見ててもやっぱり50、60、もう今やっぱりね、長生きする方が多いですからね。まあ自分もよく若いと言われるんですけども、いや体自体はもうガタガタですよ。それでまあ2月10日ちょうどその日に玉東町でアジアンプロレスがやってまして、まあ畑中代表をはじめね、選手と久しぶりにね会って、まあやっぱり良かったですね。やはりプロレスラーのまあ控え室のあの雰囲気というか、そういうのはやっぱりこう、まあ懐かしさとともにね、やっぱりいいですね。まあ試合もね、いろいろ工夫してね、やはりこうメンバーもそのメジャーじゃないのでね、多くはいないんですけども、それでもやっぱり工夫をしてね、やっぱりこう楽しませてくれると、そういうようなプロレスでしたね。まあ久しぶりにリングにね、立って上がったわけじゃないんですよ。階段を上ってね、こうゴロゴロっと転がりながらね、ちょっとリングに上がったんですけどね、やっぱりリングの感触はね、良かったですね。なんとかね、立ちたいなとは思っています。それで次の日に、まあ、2月11日なんですけどもね、アポロキッチンで、まあ、お客様とともにね、まあ、ちょっと自分の古希を祝う会っていうのを、まあ、やりましてね、まあ、いっぱい来てくれてありがとうございました。その中で、選手からね、いろんなメッセージをいただいたんですよ。最初に大日本プロレスの登坂社長と、谷口選手、まあ本当の仲間っていう感じなんですよね。まあもちろん離れてますけどね、もう本当に30年っていう感じでこうスパンがありますからね。まあ登坂社長のね、まあ、ちょっとした思い出話にはね、ちょっとまあお客様も一緒にね爆笑しましたけどね、ありがとうございました。それからデルフィン選手、アステカ選手、まあ、本当にね、褒められるとね照れくさいですね。もう70のじじいをね褒めてもしょうがないなと思ったんですけど、まあ褒められるというのが、まあ、花かなと思ってます。それからね、ちょっとね許せないのはね、ミスター伊藤ですね。何ですかメッセージは。言ってくれるのはいいんですけどね、いつまでもねつえついているんじゃないよってけしかけられましたよ。ね、つえが外れたら俺が相手してやろうからと、なかなか不敵なこと言ってますね。まあ顔つきがね上田馬之助さんにそっくりなんですよ。だからね、だんだんその性格もね似てきたんじゃないでしょうかね。なんとかねつえを外してね、あいつ一夜報いてやろうと思ってますよ。まあね、それでも若松さんからねお電話いただいたんですね。よかったですね。店の中がね若松コールですよ。で多分若松さんもね聞こえたと思いますよ。いつも以上にね口調が滑らかでしたからね、あれは聞こえてますね。まあ本当はね、直にねお会いしたかったんですけどもね、なかなかその夢もちょっと叶わなかったんですけども、まあそれでもね若松一政健在っていう感じでね、場が盛り上がりました。ありがとうございました。そしてまあこれはねプロスファンっていうわけではないんですけどね、ちょっとね筋トレのことをね
ちょっと喋ってくれないかというようなことがありましたのでね、まあ自分なりのね、まあボディービルディング、まあウエイトトレーニングですけどね、これに対してちょっと喋りますけども、なんていうかな、ウエイトトレーニングを始める年齢でもね、かなり違ってくるんですけども、まあ自分の場合は大体14歳ちょっと手から始めましたからね。それで結局筋肉っていうのはね、大体6つに分かれるんですよ、大雑把にね。肩、胸、背中、腕、腹、そして足ですね。ですからこれをそれなりに鍛えなきゃいけないんですけども、本当最初のうちはですね、フォームをきちんとやって、ベーシックな本当基本的なね、ちょっとウエイトをね、重く扱えるような重量でね、やることをお勧めしますよ。肩なら肩、1種目でいいですよ。胸なら胸、1種目で。例えば胸だったらベンチプレスかインクラインプレス、斜めになったやつですね、そういうのとかね、背中だったらベントローイングとかね、ラットマシンとかね、自分の本当に好きなのをね、1種目でね、それを3セットずつ10回という形でね、1日にその全身ですね、6箇所の部位をね、1回鍛えるんですね。だいたい全部やればだいたい20セット以内だと思いますのでね、それを週3回ぐらいね、続けることですよね。とにかく1ヶ月近くね。そしてもちろんその間に扱えるウエイトが増えるんであれば、それはもう躊躇なく増やしていくんですね、扱える。ただしフォームを悪くしてまでね、やると怪我のもとになりますからね、ちょっと柔軟性を持ってね、例えば上に持ち上げる時でもね、膝をちょっと柔らかくしてね、突っ張らないようにして持ち上げるとかね、そういう工夫は必要だと思います。そうしてるとね、多分まあ1ヶ月もやったらね、筋肉に必ず反応してきますから、反応します。あっと思いますからね。そうしたらこういろいろ工夫してね、例えば一つの部位に対して、2種目3種目とかね、そういうのを増やしていったり、例えば月火やって水曜日休んで木金やって、それから土日休みとかね、そういう分割してねやるようなトレーニングとかね、そういうのは本を見ればね、いくらでも書いてありますのでね。ただ最初のね、やっぱりその基本的なところはね、ちょっとやっぱりやった方がいいですよ。確かにね、今いろんなマシンがありましてね、見た目はかっこいいんですけども、とにかくそれをやるためにもね、ベーシックなもの、バーベルとかね、ダンベルを使ってね、びっちりやることが大事ですよね。それで半年もやったらね、それなりになりますね。で、頭の方もちゃんと研究していきますからね。あとは栄養はね、だいたい昔はあれだったんですけども、タンパク質ね、やっぱりこれが一番大事だと思いますよ。ですから体重につき1キロにつきだいたい 1.5 グラムぐらいですよね。今はね、ボディービルダーとかそういう方はね、 2.5 とかもしかしたら3グラム取ってるかもしれませんけども、まあ 1.5 で十分だと思います。70キロの人はだいたい100グラムですよね。だから100グラムを肉、魚、それから納豆とか豆腐とかね、豆類とかそういうものからこううまくバランスよくとってね、だいたい100グラムになるようにね。でカロリーもそんなに多く取っちゃいけないっていうことはありますのでね、だいたい3000キロカロリーぐらいにね収まるように、そこはやっぱりちょっとね、食事のあれとか見てね、研究することは大事だと思ってますね。そうすると必ず太ってはいけませんから、筋肉はね嘘をつきませんからね、ぜひね、これから始める方もね、それからちょっとやられてる方もね、もし参考にしていただければね、よろしいかと思います。本当はね、怪我してなかったらね、本当一種目一種目こんな感じでやるんだよってことを説明してやりたいですけどね、それはちょっと叶わないのでね、もちろんそういうようなものがね、次にまた誰かね、やってくれる方ができればね、こういう感じでやるっていう感じでね、説明はしていきたいと思っています。ウエイトトレーニングはね、本当に嘘つかないしね、必ず結果が出ますから、皆さんもね、やられたらいかがですか。
そしてもう一つ質問来たんですよね。まあ、今私は結婚してるんですけども、夫婦の間で約束事みたいなものはありますかっていう質問をね、女の方から受けたんですよね。それに対して自分の答えはね、約束事は別にありませんと。ただし妻からもね、相手方からもね、私はね自分で信用されるような努力はしてるつもりです。信用されるのは努力ですね。じゃあ信用される努力って何だってば、皆さん多分やられてますよ。相手に対して嘘をつかない、それから時間、約束事の時間とかそういうのはきっちり守る、それから何か聞かれたらちゃんと誠実に答える、ね、あと仕事関係であればね、相手に対してこの仕事のことでね、いわゆる蛇の生殺しみたいなことはしないと、そういうことなんですけども、夫婦の間ですからね、大体その3点ぐらいはねやっぱり大事だと思ってますよね。嘘はつかないことですよ。それで聞かれたら必ず答えると、ね、それからいくら夫婦でも時間とかそういうのはね大事ですので、きっちり守る。それだけやってれば多分社会人としてもね、それなりに信用はされると思ってます。ですからいろいろねありますけどもね、やっぱりそれはそれですね。そうですね。あとは最後にどなたかいないかな。オーストラリアから来たね、昔レフリーやったね、二宮君っているんですよね。この前ね店に来てもらってね、相変わらずの話し方でね、30分以上ベラララッと喋っててね、楽しかったですね。結局彼とは結局 NOW の時からですからね、本当に戸坂社長とかその、谷口選手とかあの辺とずっと一緒ぐらいの感じなんですよ。ただ彼はやっぱりこう、ニューヨーク行ってね、こうそういうものを経営して、経営っていうか経営を学んでね、いろいろやって今オーストラリアのパースの方にいますけどね、やっぱりずっと7、8年前かな聞いた時もね、やっぱりオーストラリアのね時給はいいっていうことは言ってましたね。今でもそれは変わらないですよ。日本でもやっと何て言いますか、熊本ですからね、台湾の企業、大企業が来てくれてね、時給は本当に高いですよ。本当にこの前行った時でも2000円とかね軽く募集してますからね、すごいことだと思ってますね。ただ募集は2000円だけども、使う方は大変でしょうなとは思ってますよね。それを払わなきゃいけないですからね、大変だと思ってますね。それとちょっとねあれですけど、この前ねちょっと株価がね平成なる前のね、1989年かな、あの時に高値を記録したんですけどね、あれを超えたんですけどもね、でも自分なんかはその時の状態大体知ってますけども、全くの高揚感が違うんですね、今と昔と。で昔はいろいろあるバブルだバブルって言ったけど、やっぱり金が回ってたんですよね、金が。今は、持ってるんでしょうけど、あまりこう自分から見てて金がこう回ってるっていう感じはしないんですね。だからあれはやっぱりこう、もしかしたら金額はね確かに3万9000円とかなってますけども、もしかしたら日本の本当の実力はそうではないんじゃないかなってちょっとだけ自分は思ってますけどね、やっぱり外国に助けられてるんじゃないかなと、なんかそんな感じがしてね、ちょっとね、真面目なこともねたまには言うんですよ、こうやってね、そこはねまた少し安くなってね弾けて、だから弾けることはそんなにないと思ってるんですよね。ただ国はね常に景気がいい景気がいいって言ってますけどね、自分なんか下々で見てるとね、いやなかなか厳しいものがあるなっていうのはね、感じておりますね。ちょっとね
最後は今日はちょっと真面目なこと言っちゃったんだけどね、またこういうこともね、たまにはね話してみたいと思ってます。アポロスガラチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ今度はねまた3月になってからなんですけどもね、また店もね、まあ、2周年迎えるのでね、それに対してのこととかね、いろいろまたこう企画しておりますのでね、またそういう時はまあ告知も含めてね、またこの喋りたいと思ってます。またよろしくお願いいたします。